はい、ふむ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 、私はここにいるので、あーる。ありがとうございます。皆さんにたくさんのルアースマイルをお届けします。新潟県出身、中学3年生15歳のベルちゃんこと磯部ルアです。よろしくお願いします。おはようございます。あーる、え、みんな言ってくれてありがとう。いや本当にごめんなさい、昨日20分間配信したんですけど、もう全然足りなくて、もう喋り足りなくてなのでちょっと朝に配信しました。なんかちょっと本当に謝罪なんですけど、メールに7時からって書いちゃって、もうでそれがさっき気づいたんですよ。あ、7時からって書いてると思って、なんけど本当は7時半だったのでちょっと申し訳ないです。本当ごめんなさい、間違えました。いや眠たい、どうしよう、メイクしようっとメイクしてきます。何分配信したら満足、いやマジ多分高校生の時が3時間だったから、3時間でもう結構あっという間だったんですけど、3時間くらいやったらちょっと満足するかもしれないですそう、予約はちょっと7時半にしてます。何時に起きたの？え、7時10分くらいお母さんに起こされましたマジでやばい、本当にメイク上手くなって、多分いや上手くなったってよりかは、とりあえず何買ったらいいか分かんなかったので、なんかとりあえず何だっけなんかで、なんかこういうの買ってください、例は何々とか何々ですみたいな商品が写真で載っけられてて、それをとりあえず全部買いましただから上手くなったってよりかは、なんだろう、おすすめに沿ったやつを買っただけです。3時間長すぎ、そうですよね、ちょっと、いやマジ3時間配信はマジ足がめっちゃ痺れてやばかった。おはよう、おはようございます。やば、まずちょっと早速足が痛くなって、いやもう懐かしい、これ懐かしいよ、やばい、見てキャー、かわいいでしょ、かわいいでしょ、イソベルアだよ私のサイリウムは青と赤です。かわいい、逆、え、マジで、え、やばくないあ、ん、逆、あれ治ったえ、マジでどうやってた、名前が逆さま、あー、もの、あ、よかった、すいません、すいませんねこれです、かわいい、マジで、お、フェンライトありがとうございます。え、すごい、嬉しい、青だ、やった、青、いや、この赤と青は名前、私のルアって名前がちょっと関連しています学校に行かなくていい、今日休日ですから大丈夫です日曜日です。今日のスケジュールはですね、なんか、おしゃべり会があります。今日はロングおしゃべり会があるので、
ったわ。そしたら論語しゃべり会が終わったら配信できたらしたいなと思ってます。だけどちょっと時間がなかったらごめんなさい。セット買った、え、ありがとう、ちょっとありがとう、嬉しい。緊急性公演もぜひぜひ楽しみにしててください。赤尾の推しさや見つけやすい、え、そうですよね、私も見つけやすいと思います。絶対見つけるからね、みんな。自分のグッズできた時の感想、え、マジで私の名前がね、あの、なんだろう、そのグッズになってるってもう、なんかありえない、もう普通だったらありえないので、もうめっちゃ嬉しいです。だけどすごいなんか可愛い、何、可愛いデザインで自分もちょっと愛用していこうと思いますロングじゃない、ロング、あ、そう、ロングおしゃべり会、すいません、イントネーションロング、めっちゃロングだから。昨日のスクショは変顔私めっちゃ見ましたよ、変顔面白かった。なんかはるちゃんとの変顔が2枚となんか1枚ずつなんか横に並べてるやつもあって面白かったです。いや、さすがですね、はるちゃんはやっぱり面白い変顔を見せてくれる。しまって、ごめん、なんかコメントが追いつかない。しまって、仕事だから来週、マジで、ルアちゃんの配信も、ありがとうございます、やった、お弁当配信とかもマジお弁当配信てか私、マジで料理作れない、どうしよう、頭にかけつか、いい宣伝じゃないしかもなんか普通にこれ可愛いんだけど、これからもかぶってようかな買いました、ありがとうございます。朝だから寝起きだからゆったりと口調だ、そうなんです。いや、なんかなんだろう、緊張すると早口になるんですけど、今ちょっとリラックスできてるみたいです一番仲良しなメンバーははるちゃんです。もうプライベートでもめっちゃ遊んでます、あと毎日 LINE もしてます母さんが生写真持って写真撮ってたの笑ったそうなんですよ、ちょっと今日も一応持ってます。じゃじゃーん、すごい、やばい、反射がすごいですね、すいません、ちょっとこちらですやばい、反射しちゃう、どうしよう、どうすればいいんだろう、まあ反射、こんなのがありますやばい、ババババババ、昨日初配信お疲れ様、ありがとうございます、お疲れ様です。いや、隣なんか隣っていうか私の目の前にはるちゃんがいてすごく緊張してます。なんか私が竹本ピアノやったら超爆笑してるんですよ、そのせいでちょっとあの最後まであのやりきれなかったです、私も途中で笑ってしまっていや、こればっかしはしょうがないです、すいません、目立ってていいよ、そうです、もう赤と青はもう目立ちますよね、やったね、おはようございます、おはようございます、お、もう10分だった、あ、500人の方ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、青と赤の組み合わせは1期生にもいない、そうですよね、やった、やばい、ちょっとそろそろメイクしないとやばいやばい、配信楽しすぎる、やば、嬉しい、おはようございます、ツイッターとかちゃんと見てる、そうです、いろいろ見てますよ、お仕事なので行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってください、ツイッターは見てます、アカウントないけど
お母さんのお弁当でもいいですね。でもそれを紹介して私はどういう感想を言えばいいのかあ、すごいです、いただきますみたいな感じですか。それだと自分で頑張って作る。まずは卵焼き、いや私はちょっとまずおにぎりからですね。おにぎり握るところからです。金曜日の MSTUS、 あ、そうです、見ました。私もミュージックステーション、マジで私もいつかあそこに立ちたいなって思いました。あれを見てやっぱりなんだろう、輝いていてすごいなって思いました。もう憧れです、マジ本当に憧れです、マジで本当に。私 NGT の先輩方もそうですし、他の AKB グループとか全員尊敬してます。私もいつか尊敬される人になれるようにしっかり頑張ります。ハルチンは服はあるらしい。いいね、え、だってそれいいかもしれない。え、だけどなんかハルカムラさんからにも服尊重みたいな言われてませんでしたっけ。え、掛け持ちじゃないですか、はるちゃん。はるちゃん、でもちょっとはるかむらさんの言うことは絶対なので、ちょっと福原路長はちょっと今のところなしでいきたいと思います。今のところ私だけです。だけどみんながいるから大丈夫だよ。お母さんの歌が、そうです、おたかつしてるんですよ。もうここにもフィルムにも入れちゃってやばい。あの高校生の時に全然水を飲まなくて死にそうになったので、今日はしっかり準備してあります。しんちゃんと見えます。え、マジ、やった、よかった、ちゃんとスリーブ、そうです、入れてます。いや反射する。どうしよう、反射しちゃダメだ、もっと詳しく見せたく、昨日見、え、そうですよね、見ました。私もありがとうございます。え、すごくないですか、朝の700人の方も見てくれる、ありがとうございます。昨日の配信楽しかったです、ありがとうございます。マジでめっちゃルアも楽しくて、はい、楽しかったです。なんか竹本ピアノが本当にうまくいって、竹本ピアノさんのモノマネをしたんですけど、めっちゃうまくいきました。え、私すごい時差ありますよね、ごめんなさい。マジコメントがもう、あの私読むの遅いんで、ちょっとめっちゃ時差あります。多分1分後2分後くらいに多分自分のコメント読んじゃうかもしれないんですけど、ごめんなさい、ちょっと急ぎますね、すいません。はるちゃんが先週大釜でビルちゃんの顔に変顔してた、え、そうなんですか、え、やった、2人であのバラエティ枠でよろしくお願いします。でもはるちゃんは清楚系、清楚系だったのにとか言われたので、ちょっと私がバラエティ枠に持ってきます。でもなんかはるちゃん NG なしって言ってたので、なんかそれっていいなって思いました。何でもできる、なんていうの、竹本ピアノ、そうです、竹本ピアノさん、イベントとかで推しさえ見つけ、あ、見つけました、はい、めっちゃ目立ってたから、あ、いたと思って嬉しかったです。ちょっと待って、本当に体勢がきつい。あ、15分経過しました、ありがとうございます。今日はですね8時半くらいまでやろうかなって思ってるので、もしかしたら喋り足りなくて伸ばしちゃうかもしれないけど。だるま、ありがとうございます。タコ、ありがとうございます。だるまもありがとうございます。
スピンかわいい、ありがとう。なんかちょっと角度でごまかしちゃってるけどメイクして、そうだよね、ちょっとメイクしよう。だっていつまでもこんなやつじゃいられない。ちょっと待って、やばい、テロップ入れるの忘れた。すいません、入れさせていただきます。メイク配信でいいかな。お風呂上がり、お風呂上がり、お風呂上がり、待って、なんかどうしよう。やばい、待って、コメントが伝わってなんか一番上になっちゃった。ちょっと待って、どうしよう、ちょっと待って、今からちょっと早口で答えてみたみたいなやるかな。ちょっと待ってね、ガチでやばい、申し訳ない。あったそうです、フランスみたい。時差5分くらい、すいません。メイク頑張れ、はい、メイクやります、すいません。ちょっと肩にかけますやばい、髪ボサボサ、今日夜勤です、頑張ってください。私もちょっとお仕事頑張ります、一緒に頑張りましょう、頑張れば頑張るとルアを合わせて頑張れはです。メイクは自分流、どうなんだろう、本当に運営さんがおすすめするコスメをとりあえず全部買ったので、なんか参考にというか、なんだろう、あとでもユキリンさんのメイクとか見てます、はい。もぐもぐ配信、もぐもぐ配信って言ったのね、これ持ってるよプレントくんに行く持ってるよ。やばい、マジでごめん、ご飯炊ける無理、全然無理ね、一応中学生なのでちょっとそこは、あ、そうだよねって思っててください。ちょっと中学生はまだ何もできない。でも私と同じ、なんだろう、同じ年代の人でご飯炊ける人がいて、てかご飯炊ける人がいてじゃない、違う自分でお弁当作ってくれる、作ってくれるじゃない、自分でお弁当作ってる人がいて、待って、なんでって思って、私にもその才能あけてって思いました。いいな、朝ごはん何食べましたか。今のところこれのみですこれのみでも終わったらなんだっけ、なんかお母さんがなんか言ってたんだよな、なんだっけ、なんかでもなんかスイーツ系だった気がします。朝ごはん夢捨てで紅白にも、はい、どっちも紅白も夢捨ても目標にして頑張ります。変顔頑張ってね、ありがとうございます、変顔頑張ってね好きな時刻に好きな時間だけ配信、そうですね、配信は楽しいです。M ステベルワールド巻き込みますよ、ベルワールドに、いで M ステのボックスティッシュ、欲しいです、あれなんか弱くないですか、あのボックスティッシュ、いつか出ていただいて見せますね、ここですね、M ステ頑張って出たいですね。いや本当に憧れ、 M ステ、ベニペービアリー全然あり、なんかベルちゃんでも全然いいんですけど、ベニペもちょっと呼ばれてみたいなって思います。本当にツイッペがもう好きすぎて、ツイッペって名前が超好きで、自分的にめっちゃ自分で気に入ってたんですよなのでちょっとベニッペっても呼んでもらいたいです。ミックしとらん、やばいよね、ちょっと待って、どうしようね、もう、あ、何からすれば、あ、すいません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 、ちょっと調整からやってきます
っと目覚めてきた。よし。いや、コメントがマジ本当に時差10分くらいになってきたかもしれない。どうしよう。待って、もうやばい。アクスタないの。アクスタはまだですね、いただいてないです。でも面白い。ちょっと多分時々変顔混じってくると思うんですけど、よろしくお願いします。サイリウムありがとうございます。すごい、赤と青だ、イエーイあ、最後にスクショタイムしますね。待って、どうしよう。滝本ピアノからオファー、オファーください。全力でやります全力でやります。コメントが多いことはいいこと。そうですね。待って、さっ結構前にコメントの話してましたよね。どんだけ時差あるんですか、ごめんなさい。でも本当に読み全部読もうとするからですかね。でも全部読みたいです竹本ピアノって感じ。そうですよね。本当に昨日もやってたんですけど、のオーディションよりも上手い歌い方をしました。うまい歌い方っておかしいか。いやー、やばい。てかメイクはごめんなさい、いません。やばい、ちょっと今日の集合時間に間に合うためにも、間に合ってないわけじゃないですけど、毎回間に合うためにもちょっとメイク配信ってテロップに書いてあるので。あ、やばいやばい、コメントが流れた、流れてった、流れた。あー、やめてやめて。あ、もう目がメイクしなくても可愛い。ありがとうございます。あ、そうだ、なんでごめん、どうしよう、もう喋っちゃう、もう誰か止めて私の喋り。マジどうしよう、ごめんなさい。なんかもうまた話題が出てきたんですけど、なんだっけ、あ、待って忘れた、ん、なんだっけ。あ、そう、あのなんかみんなフィルターつけてて、私だけガチノーマルで配信してて昨日。えと待って、なんかファンの方がファンの方がなんかあのなんだっけ、あ、そう、もう頭が回らない。ファンの方がなんか全員のスクショタイムでスクショしたのをまとめてくださって、一枚の写真にしてくださったんですけど、それ見た時に私のノーマルが超目立って、びっくり。やばい、マジで、あの初見の方すいません、本当に私こんな人なんです。ちょっと変顔する人です変顔の人です、覚えてください、よろしくお願いします。あ、1000人、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。落ち着いて、すいません、落ち着きます落ち着きましたね。やば、今一番下のコメントまで行って、どうしよう。運営さんおすすめのコスメ、ちょっと今からやるコスメ全部運営さんのおすすめだよ夜配信もしてきて、そうです、夜配信もします。覚えてる、久しぶり。あ、覚えてますよ、ごめんなさい、名前はさ、名前なんかなんだっけ、呼べないんですけど、そこがちょっと候補生の時と違うんですけど、覚えてますよ。ありがとうございます、来てくれて、ごめんなさい、なんかそのなんかあの候補生の時とこんななってます、すいません、ちょっと違いが、後半の時の方がまだフレッシュだったかなちょっと配信慣れてきた、 やばい。朝ごはん食べる時間ある？全然あります。ルアちゃん中学3年生、そうです、中学3年生です。なんかやばくない？ご飯だけの簡単、マジで冷凍食品です、どうし、マジで、ちょっとごめんなさい、コメント読めないやつがあります、すいません。なのでバンバン飛ばしていきます。マジ追いつきたい、今一番下なんですよコメントがどうしよう
遅すぎる、ごめんなさい。年齢制限と決められた時間、そうです、あの年齢的に9時までなので配信が、なのでもしそれまでに家に帰って元気があれば配信をします。え、コミュニティさん、ハートありがとうございます。こんなのでスクショタイムしたくない。やばい、待って、白星人じゃない、大丈夫そう、大丈夫かな、絶対大丈夫じゃないよね、もういっか、ガチやばい、ちょっと待って、みんなみんなめっちゃ笑ってくんじゃん、ちょっと待って待って、やばい、待って、ショールームだけは可愛く言いたかった、ショールームくらいは可愛くいさせて、ショールームくらいは可愛くさせてよ、待ってね、ごめんなさい、ハートさん、ハートいっぱいありがとうございます。待って、この状態のスクショタイムはやばい、20分経過した、え、お、ほんとじゃん、え、てか20分経過したって言って27分、え、ってことはどんだけ時差あんの、やばいね、はよ、ベルッペ、ベルッペです、ベニッペでもいいんです、なんでもいいんです。タモリさんと、え、ぜひいつかお話ししたいです、タモリさんと、やばい、なんか出しすぎた、もう塗るところない、もう白くなってくだけなんだけど。あ、サイリウム、赤サイリウムありがとうございます、失敗しきれ、ありがとう、やばい、ありがとうございます、え、すごいハートいっぱい、ありがとうございます、高校生の時からで来てくださってましたよね、ありがとうございます、ルコーさん、言われたことないです、それは時差広がってる、え、そうだよね、やばい、待って、マジ、あ、でも一番下からちょっと上がってきた、サイン規制でメイクうまい、え、なんか2人いて、花江ちゃんとスモモちゃんです、もう技術が違う、なんだろう、なんか下地で超時間使ってて、え、私下地5分くらいで終わってんだけど、だからそこがすごいですね、技術が、やべ、私化粧してからすぐやっちゃって、乳液何にもやってない、もういいや、ごめんなさい、よいしょ、すいません、また正座になります。まだ全部コメント拾うの無理、え、そうだよね、ちょっと急ぎ目でいきます。息をするのかのように自然と変顔、いや、私もそんなつもりはないんです、ないんですけど、なんか自然と出ちゃって、もう日常茶飯事だと思ってください。あ、そうだ、待って、もうどうしよう、もう喋り足りない、あ、どうしよう、もうた3時間くらいできる。昨日なんかカラオケ配信しようと思ったんですけど、あの全然喋ってたら時間なくてごめんなさい、なので今日の夜はおしゃべり会の振り返りの配信をしようと思ってるので、なのでカラオケ配信はちょっと先になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと気長にお待ちください、すいません、やばい。めっちゃコメント返します、どんどん時差拾ってやばい、もしさ初見の方がコメントするじゃないですか、あれ今どこの話してんのってなりますよね、やばい、時差広がってく、ごめんなさい、遡って拾ってくる、遡ってるかな、え、その化粧水いいよね、そうだよね、待って、めっちゃ時差ない、これです。でこだしかわいい、え、ありがとうございます。走って橋を渡ろうよ。歩いて。いいよね。うん、あれはもう昔から新潟で流されて、新潟だけしか多分流れてないんですよ。メイク頑張って、あ、そうです。メイク忘れてた。やばい、もう前髪直しちゃった。笑いを取ろうとしないで自然と出ます、この何、自分でポンコツっていうわけじゃないんですけど、自分の
やばいっぷり、やばいっぷり、やばい、ああああああ、ファイト、ありがとう。止めない、小顔にできるのとかあるよね。え、そうなんですか、わかんなかった。わ、手動かして、あ、すいません、動かします、すいません、あ、もう時差半端ない、やばい。緊急生って髪型か、え、そうです、の緊急生、ん、緊急生公演はわからないんですけど、まだちょっと何もわからなくて、なんですけど、3期生だけの配信とかは基本的にの壁じゃない、壁写ですかね、壁写ね、髪型でいくか、それか私だったらちょっと自分で、あの部屋はちょっとまだできないので、これからできるはずです、すいません、ちょっと今はできないので、なので普通に下ろしただけだったりとかしてます。で、あ、そうなんだ、そうなんです、私壁写を前まで壁写って言ってて、もうやばくないですか、やばいですよね、壁写は壁写だろ、なんで私壁写って言ったんだ、やばい、もうマジでバカすぎてやばいです、もうノーマルだとどん、え、これノーマルです、あれ、なんかでも昨日のやつが完全ノーマルです、なんか今日はなんかやってもらいました、なのでめっちゃちょっとだけ美白だからちょっとお肌ツルンってなってますし、あとはやばいやばい、コメント流れてくる、いやー一番下まで行っちゃった、もうやだどうしよう、もう時差20分くらい、時差20分あ、何の話してたっけ、もうやだ忘れちゃった、全然ノーマルカメラでも可愛い、え、ありがとうね、嬉しいよ、 あとフィルターをかけました、なんか面白い、ありがとうございます、面白くしようとはしてないです、勝手にこうなります、塾行ってるの、そうです、頑張ってます、塾、なんか模試の結果がめっちゃ良くてびっくりしました、え、これ本当に自分の結果ですかってなりました、手の甲について、あ、これあれ、あ時差だから、そうなんだえ、コメント全部読む、そうですね、なんか候補生の時はもう途中でもう話が分からなくて、何話せばいいのか分かんなくて、なんかずっと何々さんこんばんはって言ってたので、なのでこういうなんかコメント流れすぎてるのがまだ慣れてなくてでもマジで一番して だって見れなくて、見れないやつありますよ、見てないでもう全部下行っちゃう、時々変顔ありの全部面白い、ありがとうございます、磯部ルアというものですか、あ、磯部ルアです、ルアです、あ、そうだ、なんかこれもまた結構今度になっちゃうかもしれないんですけど、候補生ぶりなんですけど、ここに貼って私の名前だったり趣味だったりを書いていこうと思います、なんか今日は書けないんですけど、まあ、いろんな色があるので、ちょっとこれでベルちゃん制作、あ、違う、ベルちゃん制作じゃない、ワールド制作してきますって言っても時差めっちゃあるから、もしかしたら見ていないかもしれないですね、磯部ルアって読むんですかという方やばい、もう お笑いの部屋、あ、もうルーム名変えようか、お笑いの部屋メイク配信じゃなくてもお笑いの部屋でよくね、今現在7時58分ですが、あ、
今8時5分です。すいません、7分時差があります。すいませんよ、7分の7分待ち時間ですね。ちょっとお待ちください参考したいメイク、すももちゃんが超めっちゃ参考にしてます、はい、参考にしてるっていうか、いつもめっちゃ目を見て、え、いいな、かわいいっていうだけです参考にはなってないかもしれない。参考にでもなんか、すももちゃんにいつかメイク講座、メイク部とか私も入って教えてください、師匠ってやりますいつか。前髪あるなしでイメージか、そうなんですよ、あるとあれだけど、なんかデコ出すとふんって感じカラオケ配信楽しみ待ってます、はい、ぜひ待っててください。待っててくださいっていうのおかしいか、自然な格好できますよ、ちょっとこうピュンって、歌は先のお楽しみ、そうです、先待っててください。メイク部面白そう、え、そうだよね、笑って目がなく、そうなんです、目がなくなっちゃいます。ツーショット会の時なぜ中学生組なの、え、なんかまだ中学生だからということです、はい、なので私がもし高校生になったら、もしかしたら出させていただけるかもしれないですし、んで今はネイルとショールームとおしゃべり会に全力注ぎます。自分ができること頑張ります。ブラジルの方聞こえてますか聞こえてますかね、これって全世界配信なんですかね、どうなんだろう、あれもう全世界どうなんだろう、あれ変顔なんだけど、これどうしたらいい、気にしないで、もこれ本当に変顔は気にしないでくださいメイク忘れないで、あーすいません、もうメイク8時になっちゃってる、え、すいません、今現在8時8分です、8分実はちょっとその待ち時間が伸びました、やばい、アイドル生活になれましたか、え、まだまだです、最近マジ毎日日付越してる、髪型も決まってる、いや私の髪型は今日はそれをしないんですけど、三つ編みここにやってこうどうしよう、あ、見えないな、写真ない、どうしよう、なんか髪を下ろして三つ編みするだけですなんですけど、めっちゃ遠くから見たらただ下ろしてるだけみたいになってます。下地今度同じの使う、え、本当ですか、へんへんやばい、もうテンションやばいかも、これです、よろしくお願いします、壁車、壁車すいません、誰が当たってるか分かってますか、え、関越自動車業の、関谷自動車道は日向さんじゃないですかね、日向さん、日向さんじゃなかったです、あれ違いますっけ、カビシャって呼んでた、え、カビシャなの、へ、マジで、マジでマジで、え、やば、え、じゃあ私合ってたんですね、え、よかった、え、ありがとうございます、問題解決、壁車って初めて聞いた、へわかんなかった、どっちなの、メイクに全集中して、え、いいかな、え、ごめんね、じゃあちょっと結構飛ばしちゃうねとか書いてくる、いや書かないです、条例は作れません、後ろの壁活用、そうですね、藤崎さんみたい、え、 DIY?DIY? わかんないけど、なんか DIY か、 DIY はちょっと難しいので、ちょっと自分紙とか使って頑張ります、お笑いメイク配信
え、でも、いやでも、いや私は清楚系なのでメイク配信行きたいと思います、思います。やばい、あと20分しかない、絶対メイク間に合わない、どうしよう。私完璧じゃないままさ終わりたくないよ。やばい、プリントこんにゃくも耐えてないし何時までするの？8時半です、予定は。多分伸びるコメント再起列マジみんな待って、本当にお願い待ってニコ紹介文壁になりそうなんです。え、本当じゃん、初じゃん。なんか通りで後ろ寂しいなって思ってたんです、さっきから。やば、ベルワールは遥か村さんみたいな世界観。多分それは違う世界観です、私は私なりの世界観です。なのでなんだろう、私だけを見てって感じじゃないんです。なんだろう、なんか全員なんか私をしてくれると嬉しいなくらいのワールドですやばい、今度正式にめっちゃ説明します。ちょっとコメント渋滞、マジやばい、自然渋滞だね、すいません。なんだっけ、サービスエリアの手前で私を降ろしてちょうだいねえねえ、今すぐさよなら、できないことって知ってる、休んでも降ろしてちょうだいねえねえ、耐えられない見てるだけでダンス覚えちゃいました、自然渋滞メイク部面白そう。そうですね、え、待って、結構メイク部の話したの結構前だよね、やばい。三期生メイクして、え、サーヤさん、そうなんですか。え、サーヤさんお願いします、本当に私のこのまだベースしか終わってない私はちょっと色づけてほしいです昨日から配信した後、そうなんです、ベルワールド7分の時差、いや多分今8分9分くらいになってると思う、ごめんなさい。でもちょっと登ってきた。1500人の方ありがとうございます。こんなでも実際ごめんなさい、コメントしても8分待ちとなっております、すいませんやばい、なんかアトラクションの待機時間みたいな感じです、すいません。学校では行くもの全然端っこでかってクラス全体を眺めてる係です静かかもしれない、変顔ちょっと今日は朝っぱらから変顔はね、さすがにちょっとやめときます。全世界向けです、そうなんです、やっぱりそうですよね、世界の人に結構変顔をしていたということですよね、昨日。じゃあたまに最初のコメント読んで、そうなんです、なんかそのアバターからたまにひょこって出るやつもちょっと私読み上げてます自然に変顔できるの才能、え、ありがとうございます、私の才能が発揮できてますか。マジでメイク今 20% くらいやばい、マジ話足りないよ、もう8時だよ、全員集合、みんな集合して、おいでみんな、9分待ちだけど触覚ありそうです、触覚伸びてなんか顎下になってきた、これはどうしたらいいんだろう。私全然美容室行ってなくて、行きたいんですけど、でも切ったら多分ボブみたいになっちゃうんですよ。せっかく私肩からちょっと下になってきたんですけど、また肩の長さいっちゃったら、肩につく長さってすごく跳ねて、髪が跳ねて、なんかアイロンの時間がね、時間ん何時間短縮のためにも肩下は嫌なの、え、違う、肩にやるのは嫌なんですよ。もうでもやってます、美容室。候補生の時からめっちゃアイドル感あったね。そうですか、え、待って、ベルワールドってつけてくださってる、やば、え、ありがとうございます、やば、え、
嬉しい、名前にベルワールドは嬉しい、やば、ありがとうございます。あ、何をしようとしたんだろう私は。あ、え、うん、え、あ、あんた、ありました、さっきのこのケイトです、ケイト、ケイト、これもおすすめのやつです。寝られるときはちゃんと10時間はい寝ます。今日寝落ちしたんですよ、やばくないですか、11時半くらい寝落ちしました。8時10分、8時16分、よしよし、短くなってきた、待ち時間短くなってきました、ありがとうございます。やっとそのコメントにたどり着きました。壁車、壁車、あ、壁車、壁車、私今度から壁車って言いますね。よし、アイドルになってファンレターとか、まだ届いてないです、いて、ちょっと待って、足がしびれたりしびれなかったり、やっぱり日向さんですよね、ベルワールドの時差、いやちょっとワールド時差はちょっとなくしていきます。壁車か、壁車、ね、寺ひなさんが言うなら壁車です、自動車だ、せい、何が、せっきや自動車学校か。おはよう、初見です、ありがとうございます。ちょっと顔面良くなってきた、ちょっとこれ、ちょっと顔面作ってきます、これ2回目だよね、これやって、これやんなくていい、あとは何をすればいいの、日本か。作るなら条例じゃなくて憲法、憲法。憲法なんだっけ、なんか最近公民で、社会公民なんですけど、憲法がどうちゃらこうちゃらって習った、はるか村村民です、ぜひぜひベルワールドにもおいで。対決じゃないですよ、はるか村さんと決して全然対決じゃないです、一旦コメントオフにしたら、でもコメントオフにしたらちょっと寂しいよ、だからといって読めないのもおかしいですけど。今の口はぶりっ子、え、みゆみゆさん全然ぶりっ子じゃないですよ、あざとくて可愛いです、マジで憧れ、今日はレッスン、いや今日はおしゃべり会です、ちょっとこんな格好してるんですけど、おしゃべり会です、今日は3着着ます、部によって服を分けてるので、はい、楽しみです、ありがとうございます、楽しみです、村から出ない村で過ごす、あ、それ条例ですね、すいません、ちょっとベルワールドはちょっとあれですね、来れないですね、村から出ない。じゃあワールド見学くらいはいいんじゃないですか、ワールド見学ちょっとだけ見るみたいな、ベルワールドちょっとだけ来るみたいな、メイクしてから配信、え、そうだよね、え、でも7時10分に起きたんだよな、グミかな、え、このことかな、これゼリーです、メイク間に合う、え、全然間に合わない、やばいよね、どうしよう、まあでも今日いいや、仕事行く準備してくるから、それまでメイク、え、まず配信メイク配信ですよ、ね、ワンチャンメイク終わらないでバイバイって言っちゃうかもしれない、バールドから出ても、え、全然いいよ、全然、みんなの気になるメンバーのところ行ってください、全然、なんかそんな私重めじゃないですよ。メイク何パーセント？ 40%。 ワールドから出るとえ？オッケーです。ベルワールド平和。はい、平和です。よしよし。
こんなことしてる場合じゃないやばい、マジでこんなことしてる場合じゃない。何をすればいいの。え、あ、そうだ、もし押すならベルちゃん頼むしかない。え、ありがとうございます。え、嬉しい、嬉しい。え、ツイッター見てます、ありがとうございます。で、名前呼べないけどツイッター見てますよ。自然渋滞、めちゃめちゃさりげなくメイク終わった。やばい、もうコメント流れちゃった、もう見れない一番下だともう見れないんですよ。8時13分、私今21分です。やばい、8分差時差、やばい。待って、みんなコメントしてくれる。え、待って、ありがとう、私幸せ者だ。こんな読めないことなんかあるんだね。はいよはいよはいよ。最初どのコメント読んでるのか分かんない、ごめんなさい本当に。もうアトラクションなので、今このコメントだけアトラクションなので、ちょっと今8分待ちです。8分待ちアトラクションだ。最後尾、最後尾。あとまつげ、ね、全然だよ。もうやっと、なんか私クマすごくて、ちょっとでも寝てないともうクマがえぐいんですよ。あと何するの、あとマスカラします。マスカラ、違う、こちらをします、アイシャドウです。今日ベルちゃんとおしゃべり会でルアスマイル、え、ありがとうございます。ぜひルアスマイルたくさんおしゃべりしましょう。親には止められないの変顔、いやめっちゃ笑ってくれますけど、なんかやりすぎの変顔だとやりすぎじゃないって言われますなんですけど、自分はいや楽しかったから OK って言ってます。メイク間に合う、10時くらいになるよね、ガチめに。どうしよう、まだベース、45分でまだベースってやばくないですか。やばい、ショートボブも似合う、え、多分似合うと思いますよ自分で言うっていうね、やばいやつです。自分で言うけど多分似合う、私に似合わないものはないって思ってます。多分似合わないけど思ってるだけ。いや今日ロングおしゃべり会だよ、しっかりメイクしないと。こんな急いでてダメだ、めっちゃゆっくりやろう。触覚長さどこまでが正解、え、どうなんだろうね。え、絶対これ長すぎる、てか髪邪魔だ、これ絶対長すぎる、切ろうかな。ここら辺姫カット私似合わない。ああどうしよう。みんなありがとうね、来てくれて、あ、1800人ありがとうございます、嬉しい。今めっちゃ拍手した生にベルワールド、え、お願いします、ぜひベルワールド広めてくださいひひひひひひ、やばい、化粧品すらうまく扱えない。ひ、は、お、え、あ、ベベベ。やばい、アイシャドウ3個持ってた。定期コメントにベルワールドミンも追加しよう。え、ぜひよろしくお願いします。ベルワールドミンってめっちゃ村民じゃないですか。めっちゃ。ミン。はるかさんに怒られそう。いや、はるかさん怒る人じゃないですよ。なんか言われそう。怒られるとかじゃないんですけど、なんか、え、一緒って言われる。多分。いや、はるかさんと私は全然違いますから。はるかさんはとっても可愛い。とっても可愛くて。なんか村長って感じ、私はなんかなんだろう、部下にも、部下じゃない、部下よりもっと下。 Now 8時17分、 Now 8時25分、やばいよ、どうしよう。おしゃべり会の時に生の横にベルを、え、お願いします、よろしくお願いします。今日のご予定は、おしゃべり会が7時15分までやって、そこから帰って
8時半からでもできたらいいなと思います。もしかしたら早くなっちゃうかもしれないし。顔面手作り、え、そうです、顔面手作りです。赤いからそのままで十分か。え、そうですか。すいません、ありがとう。ちょっとこういうことやるとすぐ調子乗ります。南川春香村待って、面白い、それはいいかもしれない。ベリちゃんの推しグッズ作って公園見に、え、よろしくお願いします、よろしくお願いします。うわ、今ちょっとメイクで手がやばいんですけど、よろしくお願いします。イソベルアです。ルアって言います。アです。あフォローしました、ありがとうございます。公民は人生で役立つ、そうですよね。いや、しっかり聞いてるんですけど頭に入らないんですよ、どうしたらいい。三着かみたいな、ちょっとそれはお楽しみに。メールでコーデ、コーデの紹介します。ぜひ本当に、あの こちらなんか初めて私もこの機能見たんですけど、こちらなんか押せるらしいですね。私まだ押したことがないんです。いや、そうなんです。やばい、あたふたしてる。二重幅。あ、オッケー。デイリー自由です、ベルワールド。うちはありがとうございます。三期生は強制的に村民、そうです、私も春香村村民です。昨日ゆきちゃん配信終わった後に吉田みゆみゆさん配信、はい、見ました。あのツインテがもう可愛くて、ああ思いました。朝は起きれる方、全然もうママって言ってた。お母さんに叩き起こされて起きました。言葉に甘えて会場でサーヤさんサーヤさんメイクお願いします。ちょっと私のショールームで、ショールームでお願いしても届くかな。サーヤさんにお願いします。ちなみに今8時20分、今8時28分、8分差だね。この差は縮まなそう。どうしよう。メイクの平均時間は、いでででで、足が、あー、メイクの平均時間は30分です。はるか村通行許可証あります。じゃあぜひ見学おいで。見学おいで。工事 40%、 そうですね、ちょっと今 50% くらいにいったよ。やった。おいくつですか。15歳です。中学3年生です。 Twitter も公表されてないんだけど、いや、あれです、あの何も投稿してないやつです。なのでログインというよりかは普通に検索、なんか検索してやってます。なのでアカウントはないですし、でフォローとかもないです。おはよう、おはよう、おはようございます。ベルちゃんのうちは前に会場で可愛いの見かけ、私も見かけました。24時間テレビのあのうちわが、なんかうちわ何個あったんだろう、なんか 4個くらい、私からは見れて、サイリウムじゃないんですけど一話が見れて、もう嬉しかった、感動した、うん。化粧はもう慣れた、はい、慣れました。なお8時22分、30分です、今8時半、やば、9時までやろっかな。やば、ミスした、やばい、ミスした、あー、やばい、アイライナー先やってない。まあいいや、どんどん可愛くなって、え、ありがとうございます。多分化粧の過程ですかね、それともどういうこと、その
普段のルアが可愛くなっているのか、この化粧の化粧の化粧ができてきたのか、完成してきたのか、どっちなんだ。ベルワールの特典、特典、私のルアスマイルですコメントの流れ今までが分からない。そうですよね、ごめんなさい。いやマジ本当に多分今9分待ちだ、絶対絶対。あ、2000人ありがとうございます、嬉しい、やった、ありがとうございます。アトラクションで8分なら全然、私も8分なら絶対待ちます。だけどちょっとコメント8分はちょっと長いです、すいません。ちょっと学校にはメイクしててダメですね、ここメイク禁止。可愛いから韓国から応援する。え、ありがとうございます、やった。私韓国上陸した、行ったことないんですよ韓国。まず日本から出たことがない、ぜひ行きたいです韓国。オーディションの時はコメントなかなか来ない子は。え、そうなんですか。いや私もあまり来なかったです。多分3時間は多分長すぎなんでしょうね。多分今だったら今やると多分3時間やっても全然大丈夫なんですけど、多分高校生の時は多分何喋っていいか分からなくて、マジこんばんはしか言ってなかった。絶対おしゃべり会人吹きだから12時余裕。そうですね、12時からなんでメイクは多分間に合うんですけど、集合時間です、間に合うか。いいよ、が時々変顔が混じる。旅行出しはどうする。旅行出しね、いつかしよっかな。短期生のおしゃべり会の秒数なの、45秒くらいですか。なんか先輩と同じくらいの秒数です。メイクに終わりコメントに、うまいこと言うじゃないですか。そうですね、もういろいろ追われてる。あ、ちかなさんが配信を始めていた、見たいちかなさんの配信見たい。なんかちかなさんってメイクするのすごい早いんですよね、教えてもらおうかなえっと入会はですね、なんだろう、まあ何も考えてない。でもなんかメールの一番先の文にはベルワールドへようこそ、ベルちゃんこと磯ベルワですを必ず入れてるので、メールかな今私メールめっちゃ頑張ってるんですよ。自分で頑張ってるっていうのはおかしいかもしれないんですけど、めっちゃ自分では頑張っていて、3通の時もあるのかな、3通あったっけ、1日くらいあった気がするけど、4通は送ってます多分。ほうちゃんさん、やばい、舐めちゃった、だるまありがとうございます、すいません切り替えます、すいません、あ、名前呼んじゃった、あーごめんなさい。早起きは得意、全然得意じゃないです。毎日配信します、毎日配信、メイク終わった、全然終わってない、あと何、でも意外と終わったかもしんない。普通に南ハリカメラいいね、全部の村民になろうと、愛知村さん、愛知さんの村にも入ろうかなはよう、自然に出る変顔、そうです、自然に出ちゃいます。
ベルワールドから出ます。え、ありがとう。出ないでね。出ていいけど出ていいけど帰ってきてね。なお8時29分、なお8時36分。ちょっと巻き返した。ちょっと巻き、もう時間、え、すいません、延長します。9時までには、9時までには大丈夫。コメントよりメイク終わらせた。すいません、メイク終わらせます。すいません。うまくできた。早くツイッターできる。そうですね、ツイッター早くやりたい。できてるかわかんない。なんか適当な。あ、できてる、やった。メイクしてる時の表情。え、そうなんです。なんか友達にも言われた。時間あんまり気にしない子かな。え、全然気にします。だけどメイク終わって、ちょっと今日は本当はあのアイロン、これもしようと思ったんですよ。こうやって巻こうと思ったんですけど、前髪を。そんな時間もないようです。ペンライトの色はどうやって決めたの。え、私はなんだっけ、名前のルアの由来が赤と青なので、なのでこの色です。パチパチパチ。あ、2000人はすごい。そうですよね、昨日は1500人だったので、ありがとうございます。ルアスマイルください。マック見て、え、それな、スマイルください。スライム、スマイル0円だよね。0円って言うのかな、0円って言うの。いきます。いや、オッケー。目が、二重がね、まだ配信しててよかった。ごめんね、全然終わってないの配信。ペンライト、青、ありがとうございます。青わ。こんばんはで3時間です。え、そうです。こんばんはで多分3時間くらい終わっちゃった。朝から2000人。そうですよね。ありがとうございます。昨日のおさらいで候補生配信を見直してます。ありがとうございます。昨日は多分落ち着いた。落ち着いていた、多分。けど今日はちょっとメイク配信、え、私メイク配信向いてないかもしれない。加入前からストローでの、そうです、ストローです。学校でもストロー。かわいい、ありがとうございます。メンバーの配信通知、はい、フォローしてるのできます。メール読んでるよ。え、ありがとうございます。メール頑張ってます。頑張るはもう好きな言葉。え、ありがとう、頑張るわ。今日は朝なんでたくさん頑張れば言います。頑張るわ。結構上来た。視聴者数増えできたかな。村渋滞、はい、今ちょっとワールド渋滞してます。3期生村でちょろちょろしてます。いや、ベルワールドぜひおいでください。おいでください。メール無理しないでね。全然無理してないよ。延長料金300円です。今ので、え、でも終わったかもしれない。
なんかあとは百均のビューラーです。ちょっとあれですね、本当のビューラー下にあります。うわ超上がった、え嬉しい、お話からも延長して、え延長したい。ミジの羽を入れて急に可愛さ、え、やった。まず延長時間300円です。はい、あ、なんか太陽のコツいっぺ、あ久しぶりすぎる。ルアスマイルいただきます、ありがとうございます。リリカちゃんに磯部さんちゅ、いや磯部さんって呼ばれる時もありますし、あとルアちゃんは呼ばれたことあるのかな、どうだ、なんかそんな聞かないかも。だけどよくねえねえって言ってきます。よくねえねえって言ってくる、かわいいね。いやもう髪の毛がこのここの段差わかりますかね。なんか髪の毛巻いたみたい、なんか面白いんだけど。チカの先輩メイク、え、そうですよね。1000人超えです、ありがとうございます。お昼コーン、コーン缶食べる、え、どうだろう、コーン食べれるかな。あ、また正座になります。コーン食べたい、コーン買いたい、食べようかな今日。メイク終わったんですか、え、ちょっと終わった、ちょっと終わったっておかしいか、ちょっとだけ終わった、めっちゃまつげ上がって、そうなんです。なんかこれもちょっとメールで紹介させていただいたんですけど、これがすごい上がるんです。ビューラーは気合いですね、ビューラーの上げ方は気合いです。よし、ほら上がった。やっぱり気合が足りてない、上がらない人は。気合を入れれば。よし。オッケー。終わった。終わったかな。一気にルアになった。ね、今ビューラー、え、そうだよ。ビューラーですよ。300円の延長料、カラオケよりも。そうですか、カラオケ全然行かない、全然行かない、ずっと家で歌ってる。カラオケよりも安いのでちょっと延長料金300円です。リカちゃんの真似うますぎた。私モノマネうまいかもしれない。ルアって書くとなんかかっこいいよね。え、そうですよね、かっこいい、わかる、ルアって。だからなんか英語の時間はなんだっけ、英語の時間は英語で名前を書くんですけど、めっちゃひひかっこいいなって思いながら書いてます。髪を下ろすと大人っぽい、え、なんかみんな印象変わるとか言ってきて、え、マジで、え、嬉しい、ありがとうございます。ほ、欲しい、ありがとうございます、キラララララ。髪を下ろしたら大人って、え、なにそんなに大人、マジで言った、大人とかちょっと調子乗っちゃうんですよ、なんかすいません、ちょっとなんかすいません。ビュッフェのサラダにコーンあったらガチ、え、そうです、私ね、めっちゃビュッフェとか食べ放題とか行ったら、まあ大体コーンがあるんですけど、コーンだけめっちゃ取ります、コーンだけね。
え、なんかなんだろう、サラダ私そんな好きじゃないんですけど、なんか私がよく行ってるご飯屋さんはなんかコーンだけみたいな、コーンだけ盛れるやつがあるので、そのコーンめっちゃ取ってます。待って、おろしビルちゃん可愛すぎ。え、ありがとうございます。え、なんかみんなおね、おろしとか言ってくれるんだけど、絶対角度だよこれ。お姉さんっぽくなった。え、ありがとうございます。ビューラーの癖強い。え、そんなに真面目にあげたよ。でも真面目にあげた。いや、ビューラー変顔してないです、変顔してないです。メイク前の顔も落ちます。ありがとうございます。多分、え、どうだったんだろう、7時半の時どんな顔してたんだろうね、わかんない。メイク映える。え、ありがとう。え、多分すべてまつげのおかげです。まつげのおかげってやつかな。え、マジ9時に、え、9時、うん、9時まで。いや、じゃあ8時55分に終わりますね。名前の由来は両親に聞いた。そうです、はい、両親が教えてくれました。8時55分に終わります。あと8分、いや、うん、あと8分です。ハッハッヒー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 。ほっぺも可愛い、なぎほっぺ、ありがとう。どうやればいいんだろう。ビューラースーツ確かに。え、だってさっきまでアイドルじゃなかったですか。さっきまでお笑い配信だったんだね。私もそろそろ準備、はあ、頑張りましょう。準備、私も全然まだ準備終わってないけど。コーンは一応ですよね。私コーン大好きなんですよ。昨日もコーン大量に食べた。髪の毛から出る耳かわいい。そうです、私耳超でかいんです。耳でかいなの？耳はでかくないか。耳でかくないんですけど、なんかコーンのピーンとなってて、もともとそれで、なんだっけ、ガチャあるじゃないですか、 NGT48 ガチャ。それで私の何、なんか絵があったんですけど、絵のキーホルダーとか絵の缶バッジとか、そこ私一瞬で分かって自分がどれか、なぜなら耳が特徴的だから。耳で分かって、あ、これ絶対ロアじゃんって思って、うん、私いましたね。ぜひガチャしてください。あ、もうアイロン下手すぎる。ビューラーするときの目なかなか癖。え、マジで本当ですか。髪下ろしのメルちゃん好評です。え、嬉しい、やった。え、でも結構メールでこのドアップとかあげてます。ドアップすぎるよね。なんかドアップって感じだと思う。ドアップ、マジドアップ。寝起きの顔、寝起きの顔はね、なんか、ああ朝、あ、オッケーって感じです。マジで朝はどうなのか、え、朝って言ってると思います。耳がポイントね、短い髪。え、でも私ロングが似合うんですよ。自分で言うんですけど、自分で言うんだけど、多分ロングが一番似合う。自ら追い込むタイプ。
そうかも。53分になったら壇上の方読み上げます。やばい、2400人も見てくださってありがとうございます。結局1時間半配信になっちゃったかな。今コメント、結構私コメント追いついてきた。よっしゃ、意味がチャームポイント、そうですね。ポップコーン映画館行くとちょっと食べますよ。なんか一番ちっちゃいやつ食べるの S かな。ガチャもう少し、そうですね。ドアップかわいい、ありがとうございます。変顔きた。この前ベルちゃんのキーホル、あのなんかなんだっけ、当たった方いましたよね。なんか2頭ツイッター、見ました、ツイッター多分。ありがとうございます。お笑い芸人お笑い芸人かもしれない。いやでもお笑い芸人アイドルです。な、山田のえさん、はい、山田のえさんみたいに頑張ります、バラエティーで。そうですね、朝は毎回お母さんにすごい顔じゃんって言われてるので多分あんな顔してます。あと髪の毛の寝癖も多分すごいです。あとここの跡、ここに私すごい跡できるんですよ朝。時差なくなってきて、そうだよね、やった。ペルちゃんおはよう、おはようございます。でも8時52分、お、私も20、52分、よし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 、30分しか見れない。全然ありがとうございます。まず来てくれてありがとうございます。嬉しいですよ。ウィルちゃんなくそうです。私も、自分で自分の欲しいんだけど。あと、おたかつしたいです。お母さんが多分おたかつしてくれるんですけど、自分でもちょっとおたかつしたい。自分のおたかつ。ツイッターでベルちゃんの宣伝たくさん。ありがとうございます。見ますね。8時53分。私も53分。よし、一番先に行きました。やった、2500人突破。ありがとうございます。嬉しい。よいしょ。2500。謎すぎる。今日は2500人です。どうすればいいんだろう。パチパチパチ。はい、今日は2500人の方が見てくださりました。ありがとうございます。はい、じゃあ壇上の方を読み上げますね。はい、じゃあいきます。13位ほうちゃんさん、ありがとうございます。12位佐藤羽生さん、ありがとうございます。11位ギバさん、ありがとうございます。10位極楽さん、ありがとうございます。9位、ガトランティスさん、ありがとうございます。8位小型の大型さんありがとうございます。名前すごい面白い。7位カナリーさん、ありがとうございます。6位新潟カズさん、ありがとうございます。5位リュウさん、ありがとうございます。4位ゴリポンさん、ありがとうございます。3位ケンタロウさん、ありがとうございます。2位サバサンドさん、ありがとうございます。1位アンデューさん、ありがとうございます。はい、パチパチパチ、嬉しい。じゃあ今日はオンラインロングおしゃべり会なので、では精一杯楽しんでいきたいと思います。じゃあそれでは、じゃあ終わろうかな。いやすごいすごい寝起きからの配信からこんなに無事メイクが終わって、ちょっと髪型もちょっと終わって終わりました。お疲れ様でした。じゃあそれでは切りたいと思います。また
夜会いましょう。ありがとうございます。